はい、皆様、ダンスを楽しんでいらっしゃいますでしょうか。今回はですね、社交ダンスルンバの中上級バリエーション、まあベーシックを基準にした、比較的簡単な中上級バリエーションを構成してみましたので、それをレッスンとともに解説申し上げます。ちょっと長いので3回に分けてレッスンしたいと思いますので、よろしくお願いします。10万人目指しておりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。これが気に入っちゃってですね、こればっかりやってるので、本家のルンバとかワルツもやってほしいというね、メールが出てきますので、ルンバのですね、バリエーションをしたいと思いますね。でもまあ、結構手軽に踊れて、でしかも見栄えがするというね、贅沢な、労少なく、ね、苦労少なく、益が多い、利益が多いというのをやってみたいと思いますね。でまず最初はですね、まあ、オープニングツールから始めてもいいんですけども、少しこう女性に語らいかけるように言って、オープニングアウトですね、2で、オープニングアウトもまあ、平板なこういう二次元オープニングアウトではなくて、まあ、メダルテストなんかでもね、最近よく使われております。まず最初こうオープニングアウトをしましたら、で男性は前交差、まあ、後ろでもいいんですけど、前交差して90度向きを変える。最初の向きはこっちでしたから90度左ね。で次もまた交差して元に戻るか、まあ斜めとか角度は適当でいいので、これ立体的にするとね、こちらのお客さんにも語れますし、もう一回しますと、最初このぐらいの向きね、で次はこうすると今度こちらのお客さんに対して語れるし、で3回目またちょっと違う向きね、で3回目はこういうふうにしたら、これはナチュラルオープニングアウトムーブメントというステップで、2、3ピチャッとこうクローズポジションになるんですね、コンタクトポジション。そしてリバーストップをとにかくまず一緒に2、3、4、1としますね。リバーストップを見せるポイントはですね、このホールドありますね、こちら側、これを結構扇風機のようにこうやって振り回すというかね、特に男性がこういうふうに戻る向きをうまく作るといいので、例えばこうやって女性の方にね、こうよじれていっちゃったり、こうするとあんまりこれ自体の回転が見えませんので、ここのところは結局この左足が軸ですからね、要するにこういうふうに回るような感じにすると非常によく見えるので、でまず最初はナチュラルオープニングアウトムーブメント 2、3ピチャッときたら、ノーマルカウントで、しかもコンタクトポジションで、一緒ですね、2、3、4、1としましたら、次でスピードを出すために2&3&4&5 歩いきます。2&3&4&1。でさらに2&3&4&1ですが、最後の部分をファンで終わりますね。つまり2&3&4&1というふうに
ファンで終わります。そうするとまあシュルシュルと回転してスピーディーに回転していつの間にかファンに終わってるという感じになるので、細かく言うと足の踏み替えは2-3-4-1ですよね。で一応説明が右左右ですね。あの女性は反対ですね。で次に5歩ですから2-3-4-1、これはリバーストップですから男性左足の軸のものね。で次にもう一小節2-3-4-1でするんですが、とりあえず2&までしますね。2&でこっから教科書的に言うとオープニングアウトフロムリバーストップを、残りのカウント3&4-1でします。つまり3&4-1でしますね。通常は2-3-4-1でするところを2&3&4-1のお尻3歩に当てはめるために2エンド踊った後に3&4-1でとにかくファンになりますね。とりあえず、今回はここまでですね。もう一回最初からしましょう。こうきましたら、まあ、ほぼ向かい合ってて、ね、そして男性だけ少し女性に語られかけてオープニングアウトを立体的に、ね、3ダイメンションなのか、ね、3次元的な、そしてピチャッときたら2-3-4-2&3-4-2&3-4-1でファンで終わりますね。ではまた2回目に続きますので、頑張って練習しましょう。はい、ご視聴誠にありがとうございました。いかがでしょうか。コンテストとかですね、そしてアマチュア競技会、もうこれはB級でも A 級でもこの足型使えますね。それからプロの競技会もまあ B 級までぐらいだったらこのままで、全然バッチリ大丈夫だと思われます。まあ、ちょっとベーシック色が強すぎるかもしれませんね。チャンネル登録もよろしくお願い申し上げます。では2回目お楽しみにお待ちください。